ね、また別れちゃいましたけども、これがねビジネスやお金のチャンネルでなければ、精神の豊かさとかを求めるチャンネルだったら、いや俺はお金は全然ないけども心はね誰よりも清らかだよと、少なくともお前らより清らかだよと、でお前たちは金は残しただろうけども人間として大切なものを失ってる、お前らダメだっていうのもありだと思います。というのが100人いたら 100通りの考え方があって、誰か1人の考え方に全員が合わせろっていうことはないと思うんですよ。例えばね、私だったらこう考えるよっていうのがあってもいいんですけども、でも私じゃない人がそう考えなかった時に敵対するのはないかなと思いますよね。みんな自由に考えていいし、自由に考えを変更してもいいし、ただ自分の考え方の押し付けはないかなと思います。気が合わないと思ったら気が合う人を求めてまた新しい旅に出ればいいと思いますし、もしね気が合わない人ともやっていきたいなと思うんだったら、そこには何らかの切磋琢磨とか、まあ個人的な思いとか論破してやろうっていう風なね、そんな思いがあるのかなと思いますけども、まあ結局はその億万長者合宿っていうのは誰もいなくなってきます。どんなに強い思いを持った人も、どんなにね、反論してきた人も、どんなに私たちを肯定してくれる方もいなくなって、結局は数千本あるこの動画のやり取り全部見てるのは私だけ、吉谷さんだけということになりますね、だからある意味ね寂しいですね。結果で証明する方がこれからももしかしたら出てこないんではないかなと、もちろんそれでもいいんですけどもね。だけどもこの億万長者合宿のリレーの中でも富は生まれてるんですよ、金は生まれてるんですよ、問題解決は無数にできてるんですよ。できてない方もいるかもしれませんけども、少なくとも乱暴な言い方ですけども、全部見てる人は問題解決を全て、人生の問題解決を全てできてる可能性は高いです。でも一部しか見ていないと非常に自分の問題解決できている可能性は低いんじゃないかなと思いますね。全部見なくても、もうそんなのね、俺は俺で問題解決できてるよって方本当に立派だと思いますので、まあぜひね講師として迎えたいぐらいですけどね。でも人っていうのはお金がない、身内に対して何かやってあげられない、時間がない、今日もストレスだ、豊かな人間関係に囲まれてない、強い信頼関係で結ばれた人が誰一人いない、こういうことがあるんじゃないかなと思います。まあこの動画の最後になりますけども、もしね YouTube というものに限って信頼関係を築ける人がもし見つかるとしたら、数千本の動画のキャッチボールについてくる、そんな関係の人じゃないかなと思いますよね。もちろん YouTube を離れて、もしくは YouTube の中であっても、その中でもね、どんなに信頼関係がある人でも気の合わない部分はあるんですよ、考え方の違う部分はあるんですよ。でもその違うところを認め合って、共有し合って、共感し合える、違うけども、でもそれも認められるよねっていう風になってくると、まさにいい関係なんじゃないかなと思いますね。まあね、昨日ね小野沢さんからの動画、吉田さんにも届いてると思いますけども、いや本当にね、小野沢さんも私たちのことを本当に考えながらいろんな挑戦をしてくれてるなと思うと、やっぱりなと思いましたね、小野沢さん何やってんだよってね思うこともありますけども、でもそれでもね、どんなことがあっても小野沢さんとはまあいい関係だなと思いますし、友人の端くれに迎えていただいていることは私も嬉しいなと思います。生き残っている人の数少ないうちの一人として小野沢さんも、まあね、私の口から生き残っている人って偉そうに言ってもあれですけども、でも小野沢さんもいらっしゃいますよね。いやー本当にね、いなくなりますね。いなくなってどこで何やってるんでしょうか。もっといい稼ぎの場があるんでしょうか。多分ないと思うんですよ。ということは、お金の問題解決をせずに今もお金に対する不安、人生に対する問題、ね、大好きな女の子と一緒にいれないみたいなこともあるかもしれませんね。いろいろなと思います、それを必ずしも私は何点だって評価はしません。でも評価してくれってことだったら評価します。厳しいですよ、ね、10点以上の人はあんまりいないと思います。
100点満点中あなたは3点です、5点です。だってそうだもん。私に評価を求めるってことはそういうことなんですよ。私は人格を否定することなくね、真実を伝えます。そして残りの90数点をどうやって取ればいいかも、これも千里の持ち目一歩ですけども、しっかりとお伝えできます。私ももともとはこの動画を見てる誰よりも誰よりも金のない人間でしたからね。いってらっしゃい。